皆さんこんばんは、バーネコマタヤナライです。いつも番組をご視聴ありがとうございます。6月16日日曜日は父の日ですよね。今でも間に合う父の日ギフトを2週にわたってお届けしています。この動画を見てすぐに Amazon 注文すれば多分明日には届くと思うからね、間に合うと思うんですよね。今週は山崎に似ているウイスキーをね2種類紹介します。そして先週は白州に似ているウイスキーをね2種類ご紹介したんですね。まだ見ていない方はぜひね概要欄とかね、あとカードの方に貼っておきますので、ぜひそちらを参照してください。今回ご紹介するジェネリック山崎、これは2種類あるんですけども、まず1種類はアベラワーのダブルマチュアードの12年、そしてグレンファークラスの12年です。どちらも12年熟成のウイスキーなんですけども、一般的にはね5500円から6500円ぐらいで購入できると思います。だから今のね山崎のノーメージのまあプレカからすると約3分の1ぐらいで買えるかな。ね、いつも通りですけどもね、まずはニートで飲んでみて、そして最終的には皆さんが大好きなハイボール、これで検証してみたいというふうに思います。じゃあまずはストレートでね、ニートで、ちょっとね開けたてでねアルコール臭が強いんで、香りをね引き立たせるためにも少し数分待ちましょう。よし、ではまず山崎のノンエイジから飲んでみたいと思います。ウッディーさ、そしてビターさもあって甘みもある。そしてミズナラダルの特有なこの香木感があって、とっても美味しいですね。ではまずファークラス、さすが12年ですね。やっぱりね山崎のノンエイジに比べると円熟しています。甘みも強いね。ファークラスは一貫してオロロソチェリーの樽で熟成をしているんですね。水ならは使っていないんだけども、山崎のような香木感をかすかに感じます。ただね矛盾してるようかもしれないけども、全体的にはすっきりとした印象がありますね。続いてアベラワーのダブルマチュアードの12年飲んでみたいと思います。こちらはバーボンダルとあとシェリーダルで寝かせてるんですけども、さすがやはり12年もの、すごく円熟していて甘みもとても強いです。ファークラスよりもねむしろ円熟してるイメージは強いかな。知ってる香り、知ってる香りなんだけどバニラじゃないんだよな。なんだろうこの香り。あー分かった、これあれだ、ヘリオトロープだ。あのねシッカロールって皆さん知ってます？よくあのベビーパウダーとかって言ったりもするんだけど、あのベビーパウダーとかね、そのシッカロールっていうのはヘリオトロープっていうお花の香りを再現してるんですよ。もうこれね気づいてしまったらヘリオトロープしか感じられない。むしろアベラワーのダブルマチュアードはお花の香りがするモルトっていう風に打ち出した方がウケるんじゃないかな。ストレートだとね正直ねごめんね、あの企画に合わないかもしんないけど、ちょっとこれ別物かもしれない。香りの方向性がやっぱ違うね。ただし甘さの順番で言うとアベラワーが一番甘くて、続いて山崎、そして最後にグレンファークラスが来るって感じかな。では皆さんがね大好きなハイボールで飲んでみましょう。結構ハイボールにするとね結構変わったりするんですよ。いつも通りですけども、猫又屋のハイボールって、お酒、ウイスキーが1に対して、炭酸が4入れます。1対4です。だいたいね、30ml を入れて、そして炭酸を 120ml 入れるのが猫又屋のハイボール。それではまず山崎のノンエイジの方のハイボールからいってみたいと思います。スルー。やっぱりね、ストレートで飲んだ時の印象と結構近いかな。ウッディーさがあって、そして甘みがあって、
そしてやっぱり香木のようなね香りとね、リンゴのような甘い香りがするんですよね。うん、やっぱりハイボールにしても結構美味しいなっていうふうに思います。山崎ってノンエイジですけどね、ハイボールにした時はノンエイジ結構美味しいですよね。うん、いい酒だと思います。では続いてはね、ファークラスの12年のハイボールいただきます。ストレートで飲んだ時と、こうやって加水というかね、炭酸を加えた時とちょっと表情変わってきましたね。炭酸を入れることによってシェリーダルの香りが少し花開いてきた感じがする。そしてね、少しこれ不思議なんだけども、泡盛ってありますよね。泡盛のような米麹のような香りをかすかに僕は感じてしまう。ストレートで飲んだ時と似ている感覚としては、やっぱりハイボールにしてもすっきりしています。そしてね、甘みも弱いね。さっぱりしてるから、本当に食事をしながら合わせたりするハイボールとか、あとはさっき言ったね、沖縄料理とかと合わせてもちょっと面白い反応するかもしれない。合うんじゃないかな。すっきりとしたほのかな甘みが好きな方には、このファークラスのハイボールはおすすめです。では最後ね、アベラワーのダブルマチュアードの12年をいただきたいと思います。サルー、ちょっと戻っていい？朗報です。ハイボールにするとちょっと山崎似てきましたね。そしてやっぱりさすが12年、あのね、この円熟さとね、まろやかさがハイボールにも出ています。はい、それでは結論に行きたいっていうふうに思います。ストレートで飲むとこの3種類やっぱり別物なんですけども、ハイボールにすると山崎とアベラバーのダブルマチュアードが結構いい線来てる。うん、ちょっとファークラスはちょっと違うかもしれないね。まずこの2つの共通項としては、山崎ってあのね、バニラのような甘い香りがするんですよ。そしてアベラワの方は、さっき言ったあのヘリオトロープって言いましたよね。ヘリオトロープってどういう香りなのっていうと、僕からするとそのシッカロールであったりそういう香りなんですけども、違う方では結構バニラのような香りっていう風に表現する人もいるんですよね。だからハイボールにすることでちょっとこの2つのニュアンスが似てくるっていうふうに僕は感じます。今回は山崎に似ているウイスキーを2選紹介しました。まあ最終的にはね、まあファークラスの方はさっぱりとしていて飲みやすくてね、甘くないハイボールができるし、これはこれで美味しいんですけど、山崎に似てるのはね、アベラワーかな。うん、両方ともでもね、あの価格帯としてもいいし、ご自宅に1本あってもね、絶対損するものではないので、ぜひね、僕のこの動画を見て父の日のプレゼントに参考にしていただけたらっていうふうに思ってます。また皆さんのいいねとかね、コメントとかもね、本当にね、僕にとってね、あの励みになってるんで、またぜひよろしくお願いします。また来週も楽しい動画をお届けします。どうぞお楽しみに。じゃあまたね。